こちらは生地と生地をつなぎ合わせる熱風溶接機です。今までのものは直線しかできませんでしたが、この機械は丸いものでもつなぎ合わせることができます。イエスものづくり、今回は長野市の吉天キャンバスをご紹介します。長野市の吉天キャンバスはテントやシートの生地を仕入れて、テント倉庫、風よけシート、防虫カーテンなどの製品に加工。さらに椅子の張り替えや修理なども行います。本当にもう分野は様々で、建設業の絡みから医療の分野とか製品工場、あと精密工場、ニーズが結構多いですね。東京オリンピックの競技に採用されたことで、最近はボルダリングマットの注文が多いといいます。我々もびっくりしてるんですけど、こちらかとジムの方よりも個人の方が直接依頼してくるっていうパターンが最近は増えてますね。安全面っていうところには確かに気を使うんですけど、今までやってきた経験とか、ノウハウで、厚みの提案だとか生地の提案だとかっていうのはします。提案から加工、設置、納品まで自社工場で行うことを特徴とする吉天キャンバス。去年10月には新たな機械を導入して製品の幅を広げます。ウェルダーっていう、それこそ、高周波溶接機みたいなのがあって、それは どちらかというとまっすぐしかくっつけることができないんです。で、我々今回導入した熱風溶接機っていうのは、こうカーブの部分もその同じ接着方法で、くっつけることができると。国内にまだ十数台しか入ってないっていうふうに聞いたので、新たな分野としてちょっといろいろ挑戦していきたいなとは思っています。イエス。